自民党総裁選は12日告示を迎え、史上最多となる9人が立候補を届け出た。立候補したのは、高市早苗経済安保省、小林隆の前経済安保省、林芳正官房長官、小泉進次郎元環境省、上川洋子外省、加藤勝信元官房長官、河野太郎デジタル省、石橋毛元幹事長、茂木敏充光幹事長の9人。 12日放送のフジテレビの報道番組、イット。2はこの9人の候補者全員が生出演し、初めての直接対決に臨んだ。高市氏は小泉氏の解雇規制緩和について切り込み、小泉氏は解雇の自由化全く考えていないと応じた。また林氏も解雇規制について河野氏に見解を求め、小林氏は石橋に行為継承問題について問いかけた。 上川氏は選択的夫婦別姓について国民との対話を訴え、加藤氏は高市氏に旧姓の使用について見解を求めた。河野氏は石橋に中国についての見解と原子力潜水艦の導入について意見を求め、小林氏は防災省の必要性について強調した。模擬氏は増税ゼロ政策について高市氏に見解を求めた。日本をどう立て直すのか、 27日の投開票に向けて、次の自民党のリーダーを選ぶ2週間の選挙戦の火蓋が切られた。